随一幹が上向きの16部音符、幹が下向きの16部音符、16分9ふ図につながった4つの16部、音符16部音符は8部音符の半分の長さで演奏される音符。15世紀の寄付法に初めて見られる定量、寄付法におけるセミ封さに相当する。16部音符は楕円で中黒の歩頭と2つの旗がついたまっすぐな踏み木で書かれる。 一つの16分音符には常に旗がついているが、二つ以上の16分音符は通常まとまって桁でつなげられる。相当する記号に16分休符があり、同じ時間の休止を表す。幹のあるすべての音符と同様、16分音符は5線符の中線より下にある、時は幹を歩頭の右側で上向きに書き、中線上、または中線より上にある時は、 幹を歩頭の左側で下向きに書く。旗は常に幹の右側にあり、右にカーブしている。上を向いた幹では、旗は上から始まって下にカーブし、下を向いた幹では、旗は下から始まって上にカーブする。複数の16部音符や8部音符が隣り合っている。場合には、旗は桁によりつなぐことができる。16部音符と8部音符の表記は似ているため注意が、 必要である。同様のルールは32部音符や64部音符のような小さな区分にも適用される。ユニコードにおいて U プラス 266C は桁でつながれた16部音符である。定量寄付法のセミフサに由来するが、セミフサは現在、スペイン語、カタルーニャ語、ポルトガル語では64部音符を意味する。ありがとうございます。